よいしょ。はい、今日はね、こちら行きます。こちらそばが食いたくなったらここっていうことで、はい、行ってみましょう。店内の様子はこんな感じ。お刺身から歯御膳、とんかつ、なんでもある、味噌カツ、うなぎ、鉄板焼き、ハンバーグ、寿司御膳、そば、丼、ほら、なんでもあります。これラーメンもね、あります。お子さん用の、子供用の。いいこと書いてます。たまにね、これ飲んで、ここはね、フェイマスなのか、そばです。なんか元気出しみたいに寿司が届きます。サーモン、これもサーモン、マヨネーズ。あー、ボギーさん、いやいや、これだけ、これがまるで本格的な、うん、マジうまい。はい、この寿司セットは、はい、見事に食べました。うまい。ちょっと頼みすぎて、これは持ち帰りにします。いつも頼みすぎ。お会計は1人1000円ね。1000、ちょっと頼みすぎたから1000以下です。はい、うまかった。そば食いたくなったら本当ここおすすめです。はい、終わります。隣はナギもあっち、博多とん一ラーメンもあるし、ここカレー一番、三ツ矢堂ラーメン、しゃぶり、ね、ここのしゃぶりもしょっちゅう行ってます。一番向こうの102居酒屋は行ったことない。ここ新しくできてますね。ここもまだ行ったことないですけど、はい、グドリエッタ一番最上階にあるジャパンタウンの中ですね。これ昔カゴとかやったかな、何回も同じ動画被るかもしれませんけど、はい、まあ、お客さんはね、日本人よりもフィリピン人の方が多いです。ということで終わります。はい、パークテラスを見ながら終わります。ここ日本人の駐在員が住んでます。めっちゃ高いコンド。